はい、どうも皆様ごきげんよう、コメンです。それではゼルダの伝説神々のトライフォース続きをプレイしていきましょう。ゼルダ姫をハイラル城から、まあ、なんとか助け出したところからですね。で、村の村長が七賢者の子孫ということなので、その彼に会いに行けばいいということですね。まあその村長がどこにいるのか私は知りませんが、マップに、あ、左ね、ここからすぐ道なりに左に行けばよいと。え、地図ってさ、本当にこれだけ、これで全部なの？案外狭いんじゃないかな。ミスしても大丈夫、 ZLAZR 長押しで巻き戻しできますよということだけど、俺はそういうことはあんまりしたくはないんだな。多分積むことってそんなないっしょと思うんだけど、どうなんでしょう。まあお金集めをしっかりしといて、装備とか買うことあるでしょ、きっと。あ、気づかれた。気づかれた。壁に向かってずっと走り続けているおバカさんから、さあ来い。あ、あ、ほらよ。よしよし、オッケーオッケー。じゃあ道なりにずーっと左に行きましょう。ブーメランで気絶させて、剣でとどめを刺す。という簡単なお仕事。あ、いた！え、ブーメランが効かないだと。いた、いた、いた、やめろ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 。くらえ。よし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 。怖い怖い怖い。オッケーオッケーオッケー。ああ、ハート出ないかな。お金は出るけれども、ハートは出ない。簡単なお仕事とか言っておきながら、もう瀕死状態。やばいね。昔のゲームだから操作がちょっと慣れん。かかりこ村、かかりこ村。めっちゃ有名なかかりこ村。鶏がおる。これは何？魔法使いのお店ですか？なになになに？はい。あなたの顔に良くない相が出ております。さ、さ、占って信ぜよう。お安くしときますよ。じゃあ占ってもらおうか。何やってんの、ね、ネアンデルデルタール。まずは村長サハスラーラを探しなさい。はい。お、元気になった。なるほど、目的地を再確認した上で HP を全回復してくれるという、まあまあいいですね。うん、まあ体力がね、もうすぐで切れるところでしたから。じゃあ10ルピーぐらいあなたの庭でちょっと稼がせていただきましょうか。なんもで、うら、はぁ、はぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、はぁ、くそ。ここで体力を少なくさせておいて、あれだな、こうお金を巻き上げようという魂胆だな。くそ。よし、オッケー、よかろうよかろう。ちなみに緑のルピーでいくらぐらいするんだろう、全然見てないんだけど。1か、緑って1なのか。まあいいでしょう。ここだよね、多分ね。た、お尋ね者リンク、ゼルダ姫を知るよりさらった犯人見つけたら大声で知らせよ。マジで。そんなお尋ね者、ウォンテッドされてんの？いやいや、こんにちは。おや、リンク、バワに何か用かの？長老？ああ、あの人は司祭が生贄を集め始めた頃から家を出てますのじゃ。いい、何？マスターソードとな。詳しいことは忘れてしまうたが、今よりはるか昔この地にハイリア族と呼ばれる民が栄えておったそうじゃ。この民、ん？この国にはその民の残した宝がいくつか隠されておるということでな。マスターソードはその中でも魔の力を持つ者に対し特に鍛えられた剣だと聞いておる。そして今も森の奥深くに静かに眠っているはずじゃ。ちゃんと聞こえたかの？聞こえた。ともかく長老を探しなされ、村の者の誰かがあの人の居所を知っておるはずじゃ。早よう見つけることが良いかの。リンクや、気をつけて行きな、行かれなさいよと。はーい。こっちにも行こう。あ、何もない。本棚を調べることはできないか。何もできない。よし、じゃあ、ま、村の人に話を聞かないといけないの？おう。誰に話を聞いたらいいんだ。とりあえずしらみつぶしに聞けばよろしい。ヨーリンク、この家は昔盗賊の隠れ家だったんだ。なんて言ったかな。そうそう、ブラインドという名の盗賊で明るい場所が大嫌いだったらしいぜ。なるほど。よしよし、あ、こっちか、地下室があるのね。了解、行ってみようか。ダンジョンだったりして、あ、お宝がいっぱいある。ちょっと待って、これは、あ、そういうことね。そういうことね。あ、理解したよ。どうしようかな。あ、X だと押せるのね。OK、OK。はい。デレレレー、やったぜ。おー、やったやった。20ルピーぐらいずつ入るのね。うら。うら。よし、OK。よし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 。
なるほどね、押すボタンが違うのね。そういうアナウンスされてないから全然わかんねえや。最初のうちはこうやってちょっといろいろ手こずりながら頑張ってプレイします。 OKOK。 他に何かお家あるかな、お尋ね物。家はね、6箇所あるのかな。はい。あ、こうやって移動もできるわ。結構あるぞ家。1,2,3,4,5,6,7,8,9 10かな。まあ、とりあえずしらみつぶしに行こうかね。大声で叫ばれる。あ、お尋ねのリンクだ、兵隊の皆さん。くそ、あら、よし、まったく入れないんかい、お尋ね者。ん？何でも入る魔法の瓶はいらないが、100ルピーで OK あるね。どうする？買うあるよ。思いっきり頭の上に掲げるよろし。ごまだれー。やったぜ。瓶だ。中にいろいろ入れることができる。入れたものは後で使えるぞと。その瓶は使い回しできるんですかね。この壺は割れる？割れない。持てない。OK。これは風緑。OK、OK。兵隊さんでしょ。ほら、来い。よし。はっはっは、ただのお金だな。よしよし、まあ、ちょっとめんどくさいけどいろいろやるしかないね。さあ、この右にもお家があるはずだが、とりあえず行ってみる。お家じゃないの、ここもしかして。あ、入れる。ハロハロー。あ、鍛冶屋のおっちゃん。行方知れずの相棒が帰ってくりゃあんたの剣も鍛えてやれんだがね。なるほど、もう一人戻ってきたら俺の剣の攻撃力が上がるわけですね。さあ、コッコちゃんが飛び回っているが、とりあえず無視をする。町の人探しをしようか。まずちょっと待って、ちょっと待って、上になんかなかったっけ。お家あったよね、さっきね。そうだね、まずちゃんと横並びにしらみつぶしに行かないと。どこ行ったか分かんなくなっちゃう。ほらほらほら、はい、えい、やあやあ。いや、リンク、わざわざハイリングギーを訪ねてくれた。お礼にいいことを教えてあげよう。川上の人目につかないところに湖があって、そこにゾーラがうじゃうじゃしてるんだって。ゾーラ族がいるの？そのゾーラたちは宝物というのは、これはもう何々らしいものらしいよ。でへへ、見てみたいよな。マジで？いやらしいものなの？期待通りの言葉を埋めてやるぜ。よし、お金を手に入れる。さあ、呼ばれるかもしれないけれども、お家に入るよ。あ、眠っている。あ、起きちゃった。僕は体が弱くて外に出られないんだ。ゴホゴホ。森や山からな流れてくる魔物の木にやられたんだろうってみんな言うけど、これを元気になったら使うつもりの虫取り網だけど、お兄ちゃんに貸してあげるよ。やったー、虫取り網だ。虫以外にも取れるものがあるかもしれない。秘密だ。早く元気になりたいな。あ、マリオ、マリオ、マリオじゃないか。これは何もできない。そうか、何もできないのか。ハートだけが手に入る。まあ体力満タンだから別にいいんだけど。 OKOK。 あ、呼ばれるパターン。わーやあやあ。おお、リンクや、姫を連れ去ったという噂じゃが、わしはお前を信じとるよ。うらうら。ダッシュができるようになったら捕まえられるかな。中に入ってみる。ああ、コッコちゃんがめっちゃいっぱいおる。あ、さらにもう一匹増えた。あ、ここになんか亀裂みたいなのあるよ。ほら、あ、ごめんごめん。ああいうのは爆弾が必要なのかな。 OK、 爆弾という装備があるのは存じ上げておりますよ。さあ、じゃあここ入っ、あ、入る場所じゃねえや。ここは何なんだろうな。お金がそんなにたくさんあるのかな。さっきはよくも通報してくれたな。そう、オッケー、なんもない。よし、じゃあ下の方に行きましょうか。これは何の台だ、わからんけど。道がないのであれば、あ、爆弾を手に入れた。嘘でしょ、爆弾が落ちてんの、怖っ。待って待って、え、草むらの中に爆弾があるとなっちゃう話は別よ。草むらを見つけ次第俺は全ての草を買っていくことになるぞ。いいのか。あ、ちょっと待って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 、
よし。えい！やった！妖精を捕まえた。瓶に入れておく。やったね。で、これは、ちょっと待って。メニューと地図を間違えすぎだ。妖精。まあ、今は使うのかな。OK でーす。妖精が出ることあるの？爆弾が出ることもあれば、妖精が出ることもあるのね。というか、村の草むらの中に妖精が普通に出てくるってどういうことなの？マップを確認。ここは人の家ではないようだが、まあ、とりあえず入ってみようか。ほい。あ、いらっしゃいませ。好きなものを A ボタンでお選びください。さあ、どうぞ。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。これ何？おっとと、その品は空き瓶を持っていないと差し上げられませんね。回復薬か何かかな？オッケーオッケー。とりあえず分かった。今、瓶の中に妖精入ってるからな。あ、リンクの兄ちゃん、長老のおじいちゃんのことかい？悪い奴らに内緒だよ。おじいちゃんはお城の東にある神殿にいるのさ。地図に印してあげるよ。やった、ありがとう。もうこれで村の人たち全員に話しかける必要なくなったんだけどな。まあまあ、でも、つゆりだから、とりあえず、ここまではお話聞いておこうか。むぎゃ、わしの息子が笛の好きな子じゃったが、黄金の力を探しに行った。すっきり帰ってこん。どこでどうしてんのかな？グーグーグー。なるほど。俺は見たんだ。川上の願いの滝でものすげえ別品の姉ちゃんをよ。ゾーラ族かな。リンクも一度会ってみな。絶対気になると思うけどな。そうか、別品のお姉ちゃんがいるのか。あれ？なんか上にあるけど、上に宝箱があるけど、どうやって取りに行くんでしょうか。もしかして後ろから入れる？ちょっと探してみようか。側面とか、あ、なるほど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 。入れそうな、なんかありますね。あー、入れた、やったね。イエーイ。失礼。あ、え、待って待って。あ、そういうことか、そういうことか。瓶ってそんないくつもあんの？ 4 つぐらいあんの。あー、いいっすね。いいけど、いや違うんだ。あー、こうやるのね。なるほどね。今はいいです。オッケーオッケー。操作慣れないなー、まだな。あと3パートぐらいは慣れるのに必要かもしれない。よし、じゃあ、マップ見て、右の方ね、ぐるーって迂回してくるしかないかな。オッケー、じゃあとりあえず、城の東側に行くまではカットしようかな。はい。なんだ、あいつは。槍を投げてくる奴がいるぞ。怖えな。これはお墓か？おっと、なるほど。ブーメランで弾くことができる。ふら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 。よし、オッケー。ただしお金を落とすのは1ゴールド。1ゴールド、1ルーピーだけ。なんて少ないんだ。みんなきっとひもじい思いをしてるんだろうな。今だ。よし。変な奴がいる、変な奴がいる。怖い。やめてくれ。あ、弓を持っている奴がいるぞ。あ、待ってくれ、待ってくれ。あ、痛い。えい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 。よしよしよし。まとめて倒してやる。おお。矢を手に入れたけれども、弓は持ってねえんだよな。これもしかして上に行けんじゃね？いや、待て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 。だがしかし、こちらのストーリーを進める方が先だ。できることがあるからといって、いきなりそれを試そうとするんじゃない。ちょっと待って。えい！くらえ。よし、オッケー。めっちゃすごいスピードをかけてくんだけど、あいつら怖えな。あ、タコ。タコ。えい。よし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 。いいぞいいぞ。えい。よし。余裕じゃないか。ブーメランを使いこなし始めたな。ちょっと待って、俺今どこにいんの？ここを南に行って、そこから右の方に迂回すれば良さそうかな。うん。そうだね。OK です。怖い。まあいいや、とりあえず行きましょう。兵士がいるけど今は無視をしていく。OKOK。こっから迂回して、上の方に行けばいいね。OK。この中にいるのね。すごいスピードで発射させてるけど大丈夫かな、うん、なんか嫌な感じの石像があるね。怖い。なんなん？ここでしょ多分。だね。よし。じゃあ行きましょう。あ、おじいちゃん。いかにもわしが長老であり、七賢者の子孫の一人、さす、ん
サハスラーラ、サハスラーラじゃん、サハスラーラ、サハスラーラ。なんとリンクよ、幼いお前が大魔の剣を求めておるのか。じゃがあの剣は誰でも使えるというわけではのうての、3匹の魔物たち3つの紋章を手に入れた勇者だけが使い手になれるとハイリアの民を伝えておる。挑んでみるか。もちろん。よし、ならばこの神殿にある勇気の紋章を手に入れることができるか。見事持ち帰ったならば、わしの知っている話を聞かせてやろう。さあ神殿へ行くがよい。神殿はどこに行けばいいんですか。よく考えたらさ、爆弾はさ、どうやって使えばいいの。爆弾はこれか。なるほど。ほらよ、ドーン、やったぜ。あ、お宝がある。おうおうおう、爆弾1個を使って爆弾を3つ手に入れた。お、大金持ち、やったね。ただしブーメランに切り替えておく。はい、神殿に向かえっつってたね。どこ？右か。こっから右ね。あ、待って、え、そういうこと？はい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 。3箇所行けと。まあまあ、とりあえずこの最寄りに近いところから行こうか。オッケーオッケー。えい！やばいやばいやばい。怖い怖い怖い。ひぃ！なんて恐ろしいんだ。すごいスピードで追っかけてくる。待って、こっちじゃない。やばいやばい。タイミングよく切りつけるしかねえ。なんだあいつは。押し倒した。倒したけどお金落とさない。うらっ。よし。わざわざこちらから近づく必要はねえ。迎撃してやろう。うら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 。ああ、近すぎる。よし、よかろう。オーケーオーケー。よし。ちなみにブーメラン効くの？あ、ブーメラン効くの？なんだ、ブーメラン効くのかい。それだったら苦労せんわ。オッケー。こっちでしょ、きっと。ほら。ほら。よし。今だ。オッケー。よし。ブーメランをちゃんと使いこなせるかどうかが勝負の鍵ですな。で、ここ。そのまま切り抜ける。動かんかったわ。ここか。はあ、怖っ。あ、こっち外れだわ。マップを確認。1階と2階しかない。なんだ、ここは簡単そうだぞ。あれ、うん、あ、待って、スイッチが。あ、そういうことか。なるほど。はいはいはい。えい！よし。微妙に近づいてくる。そしてなんか切れ目があるの怖いな。え、この切れ目、やっぱり。あ、あ、そういうことか。ここにスイッチが隠されてたわけね。落とし穴でもあるのかと思ったよ。さてさてさて。そういうことするのね。はい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 。OKOKOK。大丈夫大丈夫。他ないかな。うわ、でっけえのあるな。こういう左にちょっと行ってみようか。左なんかある。そういうわけではない。ああ、なるほどなるほど。こうやって迂回してこれるわけね。100ルピー。なんか隠されたアイテムがあるかもしれない。一応ちゃんと見ていきましょう。なんもない。OK。から先行ける場所ないよね。うん、上につながる道あるか。もう一回ちゃんとよく見よう。ないね。 OK。 おう、スイッチがあるよ。なるほど。はい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 。えい、いた。何、かわしまくるね。えい。ただし切りまくれば関係ない。よしよしよし。ボタン連打が鍵。ほら、大丈夫大丈夫。どんなにかわされてもここで壁に追い詰めれば問題なし。よしよしよし、簡単だな。一応マップ確認。
こっから下につながる道もあるけど、ここから下に行く道はないから、とりあえず右に行くしかないか。なんだあいつは。えい、あ、全然食らわねえ。どうすればいいんだ。えい、あ、なに、剣で切る、切ってみるか。あ、待って待って、ええ、どうすりゃいいのこれ。あー、え、ただの障害物、痛い、やばいってやばいって。はい、あ、マップラやったぜ。2階に行きたいんだよね。ここから上、左隣から上に行きたいのかな。とりあえず降りてみる。あ、ちょっと、ん、ここは何もないよ。ピコンピコン、やかましいな。こっからは降りれないから、どこかにハートはないものか。弓は使いたいけどさ、あ、ごめん間違えた。ちゃ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 ねちゃね、弓はないんだよね。お、あ、ハートあった、よかった。えい、オッケー、わー、すごいいっぱい。えい、えい、ほら、暗い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 暗え暗え、えい、あ、ブーメランでも倒せんの。一応ブーメラン一応攻撃力あるんだ。ああ、そうなんだ。まあとりあえず OK。 はい、わあ、なんだこれは、スイッチでもあるのか。わあ、えい、暗い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 、よし、危ない危ない、よし、オッケー、倒したぜ。他になんかないのか。特にはなんもない、オッケー。お、お宝、何これ。コンパスを見つけたボスの場所はこれでバッチリだぜ。そんなのあるんだ。いや、うん、だろうね、知ってたよそれは。そりゃだろうよ。こっから右に行ってみようか。これ何？あ、スイッチかな。リンクよ、わしじゃ、長老サハスラーラじゃ、お前に助言を与えよう。この神殿にあるお宝は固い鎧をまとった魔物も倒せるはずじゃ。ん、うん、固い鎧をまとった魔物も倒せるはずじゃ。必ず見つけなされ。どういうこと？こういうやつを倒せるはずってこと？痛い。え？どうすりゃいいのあれ。あ、このお宝を手に入れろと、そういうことか。鍵がかかっている、大きな鍵があれば開けられそうだ。なるほど、大きい宝箱なだけに大きい鍵が必要であると、そういうことか。痛いんじゃ。待って、じゃああの敵を倒せるようにならないといけないってこと。じゃあどこかに大きな鍵があるはずなのね。まあまあ確かにいろんな場所にまだあるもんね、行ける場所が。それは全部行かないで終わるはずもないか。あ、爆弾だ、いいな。今アイテムを回収してこなかったか。マジか、ブーメランって遠いところに落ちてるアイテムを回収できるのか。それはすごい。そしてちょっと見づらいけど、ここ道があるんでね。 OK、 くら、あーあー、勘弁してください。こっから右ね。オッケー。まだ暗い。えい、えい、ひい、こっちに来ないで。もうそれは骸骨のセーフだよね。えい、あー、やめろ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 。あー、よし、もう一発。オッケー、よし、ハートを手に入れた。そしてこの中に鍵があるはずだ。あったぜ、やった。もうちっちゃい鍵手に入れただけじゃごまだれはならなくなったな。ハートが欲しくて壺を全部割っていく。オッケー、全回復。さあ、小さな鍵は手に入れたが、あー、やめてやめて、はい、こっちに来ないで。ここに、はい、扉があるよと。オッケーでーす。なるほどね、こっち側に繋がってるわけね。はい、オッケーです。ひー、
うん、硬直状態になった敵はもうブーメランでダメージを与えられないわけね。ただこの骸骨たちは硬直にならないから、まさかと思うけどさ、あー物を投げつければいいんだ、なるほどね。え、でもどうしたらいいのあれは。うわー、びっくりした。なんで、なんで急に解放された、あいつ。へい、あ、でっかい鍵だ、やったね。ひぃ、こっちに来るぞあいつ。よしよしよし、やった。なんだこれは、なんだこれは。え、違った。 X はあの地図を開くボタンです。よし、あ、またそっかそっか。まずはこの武器をちゃんと手に入れないとね。さあ、あ、弓ね。いっぱい敵落ちてきたよ。わあ、骨を飛ばしてくる。あ、痛い。待って待って待って、勘弁してくれ。 OK です。あ、え、何これ、電話ボックスか何かなんですか、もしかして。なんかのスイッチだと思ったんだけど、そういうわけではないのね。ちなみに弓はこれで切り替えるのね。了解。よし、じゃあ行くぞ。今回はボスを倒しておしまいにするぞ。うわ、怖っ。やめてやめて。これはさすがに必要ですわ。うわ。よいしょ。こっちはなんだ。ああ、ルビーがいっぱいある。えい、あん。よし、オッケー。結構集めたぞ。411、なかなかじゃないか。でもって、えい、あー、ひぃ、来ないで来ないで、うわー、やばいやばいやばい。よし、オッケーです。あ、ちっちゃい鍵がない。なに、あいつら倒さないとダメなのか、もしかして。なんてこった。よし、ならば。とうとう使う時が来たようですな。おお、楽勝じゃないですか。無駄打ちしすぎでしょ。痛い、やばい、あと1回で死んでしまう。ひっ、 HP 誰も落とさない。はい、行きますよ。あ、怖いやつ。ああ、嫌じゃないんだ。よしよしよし、はあ、怖い、はあ、怖い、ああ、うわあ。やめてくれ、やめてくれ、うわぁ、残り HP が1しかないよ。ひぃ、よし、起きた起きた、えい、よしよしよし、矢がたくさん手に入る。 HP がもうちょっと欲しいんだが、これ、え、これどうしたらいいの。ああ、そういうことね。はい、うわぁ、ばぁ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 、 OK、 はい、まだある、まだある、まだある。えい、えい、当たらん、えい、当たらん、えい、はは、当たらん。うら、こんなやろ、えい、当ててやる。よし、オッケー。さあ、起きろ。えい、もう一発。あ、何、目を、やっぱり目を覚ましてる時じゃないと食らわんか。えい、やったぜ。エバラのゴマだれー。ひぃ、ザコトへ敵がいっぱいいるよ。よしよし、確実に倒しておこう。オッケー、ひゅい、オッケーオッケーオッケー。おー、矢がいっぱい手に入る。さあ来い。お、まだ来る。さあ、お目覚め。えい、あーよし、じゃあこっちから行こう。ほい、よし、よかろう。さあ、来い。さあ、来るのです。えい、よし。ちょっとだけタイムラグあるから気をつけないといけないね。うわぁ、なに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 。6体もいるの、ボス。うわぁ、動く。
なぎ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 、体育祭での社交ダンスですか？ちょっとやめてください。わあ、これどうしたらいいんだ。弓を当てればいいのか。あ、弓でダメージを与えられる。そういうことか、そういうことか。えい、あ、痛い。やばいね、HP がね。えい、えい、そういうことか、なるほど。えい、あ、なるほど、なるほど、なるほど。こうやって一体ずつ倒せばいいのか。オッケーオッケー、理解、理解、理解。よし、お前から先にやってやるぞ。えい、よし、えい、いいね、いいね。お、お、あ、ここいい、ここいい。向かってくるやつ全員にダメージを与えられると思ったんだけどな。さあさあ、まっすぐ降りてこい。ああ、怒ってる、怒ってる。よしよしよし、えい、やったぜ、勝った、私の勝利だ。何気にゲームオーバーにならずに勝ったんじゃね。勇気の紋章を手に入れた長老サハスラーラーに見せるのだ。残りの紋章はあと2つだ。わあ、魔法の跡もなんか満タンになった。1個目手に入れてきましたよ。おお、なんと勇気の紋章を手に入れたが、ではわしの知っている話をしよう。その昔ハイリアの王家を守る者たちの一族があった。彼らは勇気の紋章を司るナイトの一族と呼ばれておったのじゃが、七賢者の封印が行われた時、魔族との戦いでほとんどの者が滅んでしまったのじゃ。そのナイトの一族から勇者が現れるはずなのじゃが。よし、リンクよ、お前を信じよう。残りの紋章を手に入れるがよい。それからこれを持っていけ。わしら賢者の一族に伝わる宝をお前にやろう。何このブーツ、ペガサスの靴。一定時間押し続けるとってダッシュと体当たりができる。 A ボタンだを押し続けるとダッシュで体当たりができる。おうほうほうほう。ハイリア湖の東の洞窟にお前の助けとなるものが隠されておる。手に入れなされよ。マップを確認してみようか。ハイリア湖の東、どこよハイリア湖って。この下かな、俺から見て真下かな。オッケー、じゃあとりあえず次回はそこに向かうようにしようかね。ああなるほどね、担ぐ、読む、話す、引っ張る、走るっていう選択肢が増えたのか。了解。ということは、ああダッシュ切りができる、素晴らしい。いいねいいね、これで、えい、えい、ひぃ、追っかけてくる。オッケーオッケー、痛い、時と場合によるな。あーはいはい、えい、よし倒した。攻撃力はそんなに高くはないのかな。くらえ、くらえ、痛い。えい、あーやばい、えい、よしよし、えい、えい、やばい、普通に戦った方がいい。オーケーオーケー、矢が10本手に入った、嬉しいね。俺矢がなぜかゼロになってんじゃん、さっきのやつ。俺そんなに言ったっけ。まあいいや、よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。